吉田さん、緊急事態宣言で、そうですか、カメラ転売ですか。まあできますよね。どんな時でも人には、ニーズがあって、どんな人でもね、どんな時でも、まあ、果たしたい夢やね、目標ありますからね。それは商売を仕掛ける方もそうだし、カメラが欲しいな、でも緊急事態だからなって言って買い控える人もいるでしょうけども、それでもね、ご購入いただく方っていると思うんですよ。今こうしててもお酒を買う人はいますし、今こうしててもパチンコ行く人はいますしね。で、人の欲望とか欲求ってのは緊急事態でも消えることはないのかなと思いますね。まあ、ただどうしてもできないことっていうのは出てくると思うんですよ。今ね、3密を避けるようにも言われてますし、居酒屋さんとかはね、夜営業できなくなっちゃったりとかしてますから。ただ不思議なことに私の耳に届くのは、高級官僚の方が今でも夜8時以降10時ぐらいに待ち合わせて、結構ね、高いお酒やね、ステーキを食べていると、お寿司屋さんに集まっているという、これは何なんでしょうかね。確かにそういったところ、そういったサービスを提供するお店ってのは、1日6万円どころじゃない利益上げてるんで、まあやるでしょうね。で、いざとなったらね、お客さんがそういうふうな高級官僚ですから、わがままを聞いてくれるでしょうしね。いやー、映画って本当に面白いですね。で、やっぱり私は吉谷さんってのは、どんな時でもやること一緒っていうよりも、世の中がにぎわっていようが、世の中が、冷え切っていようが、部屋の中でやってるんで、あんまり関係ないかなと。大雪ですけどね、今ね。じゃあ大雪だからって言って私たちは YouTube 撮影が難しくなるかって言ったら、別にないかなと思いますしね。まあ、ある意味社会を動かしてくださる人がいるから、私たちみたいなこういった商売っていうのは成り立つんで、だからダメなんでってことはないんですよ。やっぱり私たちの放送が誰かにとっては必要なものだから、きっとご購入いただく、お金を支払っていただける、見ていただけるってことも続くんでしょうし、逆に私たちは、水道とかね、電気とか食料品とかトラック運送とか、こういったことをくまなくやってくださる方がいるから、こういうのが成り立つでしょうしね。まあ、だから世の中っていうのは形を変えながら維持されてるってことなのかなと思います。で、最近ね、竹中平蔵さんの平チャンネルをやっぱり見るわけなんですけども、竹中さんが全てをね、ダメにしたとかっていう意見もあるんですけども、でも全ての人の敵だったら竹中さんっていうのはその地位にいられないような気がするんですよ。だから誰かにとっては恩恵があるんでしょうね。私には恩恵なかったですけども、誰かにとっては恩恵があって、誰かにとっては守りたい人であって、誰かにとってはあの地位にいてほしいと思わせる人なんですよね、きっとね。で、竹中平蔵さん今ね見たら、チャンネル登録1万人飛んで800人なんですよ。瞬間的に勝ってるなとだけなんですけどね、それだけなんですけどね。で、バットが相変わらず多いみたいな感じでね、竹中平蔵の平チャンネル、これからもね、いろんな角度からちょっと突っ込ませてもらおうかなと思って、私にしてみればね、竹中平蔵の平チャンネルが開いたっていうのは、私の再生数を上げるためのネタが提供されたみたいなもんなんですよね。あとね、吉谷さん、ロッキーって映画あったでしょ。ロッキーって映画、あれの続編でクリードってのがあったじゃないですか。ロッキーのライバル の、 そのアポロ・クリードっていうチャンピオンが、黒人のボクサーがね、お亡くなりになって、でその息子が出てきて、続編をやるみたいなシリーズがクリードっていうんですけども、そのクリード2が公開されたわけなんですけども、2年ほど前にね。でもね、調べたらクリード3がクランクインして来年公開なんですよ。このクリード3すごい楽しみだなと思います。私の予想ではね、このクリード3でシルベスタ・スタローンを扮するロッキーがお亡くなりになるんじゃないかと思うんですよ。で、死んで、ロッキーが死んで本当にクリードシリーズが始まるみたいなね。ロッキーのいないところで俺は戦っていくんだみたいなね。で、もしかしたらロッキーの息子の誰だったかな、忘れたけども、アンドリューか誰か、ロッキーの息子がもしかしたらあれですね、セコンドになるのかな。まあ、ならないかな、ならない、それは考えすぎだな。はい、ということでクリード3、もうね、すごいですね。アメリカの YouTube とかアメリカのサイト見ると、クリード3のね、いろんな説が出てきたり、いろんな映像を組み合わせたり、それからプライベートな動画をどんどん出したりとかね、役者の。いや、本当に日本とはね、盛り上がり方が違う、こういう時でも。で、ボクシングの映画を撮ってるわけなんですよ。で、その一部が公開されてるんですけども、リングの周りもすし詰め人が、で、飛沫飛ばしながら応援してるんですよ。いや、あれは CG でも何でもなくって、実際にプロボクサーの試合があるところに映画を入らせてもらってるらしいんですよ。
試合と試合の間に撮影時間をもらって、その観客使ってるらしいんですよ。だからスーパー3密、5密、10密ぐらいでやってるんですよね。すごいですね。なんと言っていいのか。いってらっしゃい。